フレミングって左手でしたっけ？え、どう、こうですか？ど、え、どう、ど、え、こうですか？え、どうでしたっけ？どうでしたっけ？すいません、はい、いらっしゃいませ、少々お待ちください、え、ど、こう、こうですか？こうです、ど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 、こう、こう、これで、あ、少々お待ちください、いらっしゃいませ、後ろはこういう風になってますか？分かってるわ、だから切りに来てんだ、そう、最後だろ、普通やんの、はい、うん、10名様で予約の林さん、いや違うな、そんな予約率いんの、そんな居酒屋みたいなやつ、はい、いや俺予約してないんだけど今日切れるかなと思って、あ、そうですか、うん、お客さん初めてですか？初めてなんだよこの店、いや髪を切るのは初めて、そんなわけねえじゃん切って切って切りまくってるわ、34年間でこれしか伸びてなかったらお前の商売上がったみたいな、あ、今日はカッツで、え、カッツカット、あ、パラッ、あ、大沢親分？大沢親分みたいな感じ。しない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 。いや、カツとかあっぱれ言ってるから、大沢親分かなと。いや、カット。カット。カットでない。はい。できる今日。はい。確認しますんで、こちらにご記入してお待ちください。はいはい。こちらにどうぞ。まだ何も書いてないんだよ。まだ何も書いてないんだよ。あ、あと僕書いときます。あ、そうなんだ。はい。なんでお前書いてるの？伊達って書いてるの？はい。うん。え、誰かいるんでしょ？いや、誰もいませんか。誰と喋ってたの？誰と喋ってたの、さっき。なんかフレミングの法則みたいななんかやってたでしょ、こうですかこうですか、あ、最終的にこういう風になってたけどね、はい、うん、トークのイメージトレーニングです、あ、練習してたの、はい、あ、そうなの、はい、上着お預かりします、あ、上着ね、はい、はいはい、よいしょ、失礼します、はいよ、 T シャツ脱がねえよ、 T シャツなんだろ、全裸で髪切られるんだよ、はい、上着だろ、こちらどうぞ、あ、そこにかけんだこれそれここにかけんの、はい、うん、なんか学校見てたの、すみません、はいよ、よいしょ、今日はどんな感じで、今日ね、ちょっと決めてないんだよね、はい、あのなんかヘアカタログみたいな、あ、少々お待ちください、うん、よいしょ、じゃあこちら、これ部屋のカタログじゃん、はい、あ、なるほどね、このリビングいいね、うん、このリビングみたいな髪型にしてとか言うか、お前ヘアカタログ、これ部屋のカタログ、ちょっとそういうやらしいのは置いてない、何と勘違いしてるのないの、はい、あるんだけどな、あ、そうですか、なんかじゃ あ, あの軽くなんか揃える感じでいいや、あ、はい、わかりました、うん、じゃあ先休憩入ります、なんで先休憩入るの切ってください。あ、そうです。なんで、なんだその余裕お前。じゃあ、先シャンプー入ります。あ、そうなの、はい、はいはい。押し倒します。押し倒すの気持ち悪い。普通に倒してくれ。倒します。押し倒すの。はい。はい。前、失礼します。はい。よし。あの、手錠してるみたいになってんだけど。はい。護送中みたいになってんだけど。あ、すいません。シャンプーだよね。シャンプー。なんかわーってかけんじゃん、普通。はい。うん。じゃあ、失礼します。はい。弁慶か俺なあ弁慶です、牛若丸です、嘘つけよお前、いいんだよ飲んなくてよ、はい、シャンプーすんでしょ、はい、おかしいだろこれ、完全に弁慶じゃねえか、すいません、これしかないんですよ、これしかないんだ、はい、じゃあもういらないこれ、いいですか、これいらないから、シャカシャカうるせえしよ、すいません、早くやってくんねえかな、はい、うん、シャンプー入ります、入れ、うるせえな早く、失礼します、全部香りがかってる、全部香りがかってる、ベトベトベト全部香りがかってる、俺の服だうるせえな、俺の服だろこれ、はい、ちゃんとやってくれよ、はい、シャンプー入ります、シャンプー入る早く、なんか雑誌読みますか、読まねえよ、読める体制じゃねえだろ、卵クラブ、ひよこクラブ、コッコクラブならあるんです、いや、いらねえよ、なんで全部子供育てる本なの、読まない、なんか歯がゆいとこありますか、歯がゆいとこは特にないな、歯がゆいとこあんだよな、つむじのあたり、あ、そうですか、うん、流しますね、聞いただけじゃねえか、書いてくんねえのかそれは、あっちょ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 、熱くないですか、熱いな、熱っ、あっつ、なんだこれお前、モップじゃねえかこれ、いらないよモップは、めちゃくちゃ燃えるような熱いよお前、あ、じゃあ軽く乾かします、ちゃんと乾かしてくれお前、はい、あっつ、失礼します、あっつかった、仕事何やってんすか、仕事女子プロのレフリーやってんだよ、はい、レフリー女子プロレスの、仕事何やってんすか、だからレフリーやってんの、女子プロレス、プロレスのね、女子のレフリーやってんの、いやそうじゃなくて仕事何やってんすか、止めろそれ止めろ、うるせえしこれよ、な、女子プロのレフリーやん、聞こえてんじゃねえか、ほんとなんだそれ、女子プロのレフリーやってんだよ、ちょっと何言ってるか分かんない、なんで何言ってるか分かんない、女子プロレスのレフリーをやってるんだ、はいはい、俺は、私はレフリーです、はい、ソーセージマッサージ入ります、言い切ったね、今ソーセージって言い切ってんな、お前マッサージね、はい、毎日やってんだろうが、お前、お客さん、あ、電話鳴ってます、なんで俺が飛んだ、お前の店だろこれ、はい、どれずっと鳴ってんだよ、はい、もずくヘアです、もずくヘアっていうのが
完全に間違って入ってきた俺。え、魚肉ですか。魚肉。あ、予約。間違えるかそんなもん。あんた魚肉って。はい、ちょいちょいソーセージ絡んでんだこれですよ。あの担当者のご指名ございますか。今ですと富澤と伊達。なんで俺入ってんの。なんで俺入ってんの。おかしいだろ。伊達で。はい。なんで俺を指名したそいつは。俺髪切んなきゃいけないそいつも。ちゃんとやってくれ、ね、ふざけんのいいからさ。はい。失礼します。さあやってくれよ。お前が動け。なあ、なんで俺がこうやって動くんだよ。はい、お前はそうやってうろうろしながら動くんだろうお前。はい。はいじゃ。あ、お前髪の毛俺の。はい。お、ここ髪の毛ねえよお前。はい。なんだこれ。あ、今あったかいコーヒーで。落ち着くかそんなもん。コーヒーのタイミング絶対違うだろ今。じゃこれで筆を作り。いらねえんだよそんなの。赤ちゃんか俺は。まあ、ふざけんな髪の毛。もう帰るかんな俺。あ、すみませんちょっと待ってください。赤ちゃん言わしろ本当に。後ろこういう風になってます。分かってるわ。